はい、ブラザーです。今回はですね、こちら、POD10L、ついにね、購入いたしましたので、こちらを弾いてみたいなと思います。まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、こちらね、ティム・ヘンソンのシグネチャーモデルですね。このエレガット。まあ、エレガットって結構ね、弾きにくいイメージはあるんですけど、これね、持った感じ、非常にエレギターに近いです。まあ、以前からね、この POD10L は非常に気になっていて、まあ、こういうタイミングでね、購入できてよかったかなと思います。で、実物をね、こうやって触ってみて、やっぱりめちゃくちゃかっこいいし、なんていうのかな、触り心地もいいし、まあ、匂いもいいです。今回はですね、ライン取りと、スマホ直取りのこの2種類の音をね、聞いていただこうかなと思います。もしね、このギターにすごく興味がある方や、まあ、ティム・ヘンソンファンの方はね、ぜひね、最後までご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、こちらの TOD10L の、サウンドをね、皆さんに聞いていただいたのですが、どうでしたでしょうか。まあ、僕はですね、このギターを購入時に原稿をね、結構下げていただいたので、まあ、とても弾きやすかったのですが、まあ、もしね、このギターね、購入されるときはね、少し原稿を下げてもらった方がいいかなと個人的には思いました。まあ、僕はですね、この TOD10 で一番気に入っているのはデザインなんですけど、まあ、その次にいいなと思ったのはこの軽さですね。もうこのギターが軽いってだけでね、本当に何時間でも練習できます。まあ、今後ですね、僕のチャンネルではこの TOD10 を使ってですね、まあ、そのレッスン動画とかね、上げていく予定なので、
ろしくお願いします。はい、もしね今回の動画が良かったなと思われた方は、グッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。